果物をご遠慮なくトムは体育の先生だ彼女は動物が好きだ彼は手袋をはめているその仕事は明日やるよお金を忘れたのですか 入場券はいくらですかトムは舌が肥えている。トムはがっかりしている。明日の朝は早く起きろよ。学校は4月から始まります。おばあさんはバスから降りた。 トムはとても内向的な子供です。この赤ちゃんは男の子女の子質問に質問で返すのやめてくんない自分のかっこよさをわざと隠すということ 前に手紙を書かなかったことをお詫びします。僕がサンタクロースは本当にいるのかと母さんに聞いたのは9歳の時だった。